よう。そうね、店長代理がお休みだけど回せないということはないかしら。大丈夫よ、心配はいらないわ。意外と謙虚なのね。お客様となれば話は別よ。ゆっくりしていらっしゃい。今日は最後に帰るつもりよ。店長代理がお休みだから鍵を閉めなくちゃいけないの。仕事も溜まっているし、10時過ぎになるんじゃないかしら。これもお仕事よ。大変だなんて甘えたことは言ってられないわ。気をつけて帰りなさいよ。おはよう。今日も一日頑張ってちょうだいね。あ、そうだわ、バイトが終わったらスケジュールの打ち合わせがあるから忘れずにね。ええ、今までありがとう。気が早かったかしら。それじゃあバイトが終わったら事務所に残っていてね。夏希ちゃんと打ち合わせよ。どうしたの？今のは何の音なの？ダメよ。
見た目に怪我はなくとも打撲の可能性があるでしょう。とにかくしばらくはそのままの姿勢で座っていなさい。いいわね。分かっているわ。私にも責任はあるみたいね。プライベートを持ち込まないのは確かに私のポリシーだわ。でもどうしようもない時もあるわね。ここにいたの、夏希ちゃん。って、どうしたのよこれ。大丈夫？在庫を調べに来たらこの始末なんです。休憩時間返上して、ちゃんと片付けておくように。いいわね。夏希ちゃんは厳しいんだから。本当に大丈夫なの？お疲れ様。まだ着替え終わってはいないようね。それじゃ始めましょうか。今まではこちらでスケジュールの調整をしていたけど、今回は特に指定しないわ。強いて言えば倉庫整理を多めに担当してもらえると助かるわ。そのことを念頭に置いてスケジュールを作成してちょうだい。明日から28日までこの通りにお願いします。問題ないわね。お疲れ様。タイムカードを押すのを忘れずにね。ええ、今日は残業の予定もないし、予定通りに終われば9時過ぎには帰れるわ。それがどうかしたのかしら。時間が時間だけに最後の方が見られるかどうかというところね。
それでもいいのかしら。それに体の方も大丈夫なの？分かったわ。意外とたくましいのね。それじゃあ9時頃にお店に来てちょうだい。待ってるわね。ええ、気をつけてちょうだいよ。しまった。ありがとう。私も気になっていたから。それはそれとして早速行きましょうか。すごい混みようね。この時間だったら人もまばらかと思っていたけど。私には聞いていたけど、さすが夏の風物詩ね。さっきの話だけど、お互い気になるでしょ。あのままでは。私は明日はお休みだし。させてもらっているわ。さすがにお店で薬指にはめるわけにはいかないけどね。そんなことはないわ。こういうのは値段じゃなく気持ちの問題だと思うから。私にとって大切な宝物よ。見て、そろそろ最後の花火が上がるみたいよ。指輪に映る花火を見ていたら、話をする最後の決心がついたわ。お店を辞めるかもしれないというのは本当よ。正直に話すわね。元木
一さんのことだけど、一年ほど前から結婚を前提にお付き合いしているわ。でも正確には婚約者とは呼べないかもしれない。お見合いをして何度かデートをしたけど、私にはもったいない素敵な男性。元木さんとはお互い仕事が忙しくてあまり会う機会がなくて、自立心が強く、お互いがお互いを必要としない脆い形だけの付き合い。私ね、彼の前では自分の居場所が見つからないの。そこにいるだけでまるでお人形のよう。今年の4月に正式に結婚を申し込まれて、まだ私の気持ちは伝えていない。何度か電話で話をしたけど、わざとそうしているのか結婚の話には触れなかったわ。私には彼の求婚を断ることはできない。未だに答えを導き出せなくて。もう何も言わないで。私には婚約者がいる。だからあなたとはさようなら。私を困らせないで。それはそうだとしても最初だけよ。私一人いないぐらいで4号店がどうにかなるわけないわ。忘れてちょうだいって言っているのに、こんなことをしては。でも一緒にいると素直になりすぎてしまうの。そうね、ほんの少し私に時間をちょうだい。明日の休みには私なりの答えを見つけるわ。だから少しだけ待ってほしいの。
おはよう。今日は夏希ちゃんがお休みだから、その分も頑張ってちょうだいね。頼もしいわ。よろしくね。手違いがあったみたいなの。送り返すのも悪いし、かといって木下くん一人じゃ時間がかかりそうなのよ。ええ、お願いできるかしら。俺一人じゃ絶望的だったよ。ああ、心強いよ。いや、おかげで助かった。悪いな、手伝ってもらっちゃってさ。あ、じゃあ覚えておくよ。サンキューな。こんなに早く終わるなんてさすがね。休憩時間少しずらすから、その分ゆっくりしてちょうだい。いいのよ、これくらい気にしないでちょうだい。それにしても、え、あ、うん、さっき夏希ちゃんをお店の前で見かけたの。ばかり思ったのに、そのまま素通りしちゃって。誰か男の人と一緒にいたみたいだけど。見たことあるような、ないような。あ、ごめんなさい、全然関係ない話をしちゃって。確か自然公園の方へ歩いて行ったわ。あ、ちょっと。一通り見せてもらったが、いい街じゃないか。夏希にはぴったりの静かな街だ。うん、ごめんなさい、全然連絡も入れずに。気にするな、もうお前も子供じゃないんだ。そりゃ突然いなくなったのは驚いたが、こうして一緒にいられるじゃないか。元気そうで安心した。うん、父さん、ごめんなさい。
きは謝ってばかりだな。母さんは元気にしてる。工場はどう？ああ、母さんも元気にしてる。いつもお前のことを気にかけているよ。工場も順調だよ。これからが大変だ。しかしやりがいはある。それもこれも元木さんのおかげだ。安心した。夏木。なあ二藤さん、お前が気を使うことはないんだよ、元木さんのことは。うん、父さんの工場が元木さんの銀行から融資を受けているからお見合いを断れなかったんだろ。それは少しだけ違う。確かに元木さんは素晴らしい人だ。好青年で人当たりもいい。何よりも元木さんから受けたご恩はもう父さんの残り少ない人生じゃ到底返せる代物じゃない。工場の経営が傾きかけた時、父さんは何軒も何軒も銀行に足を運んだ。こんな身なりだ、半ば門前で追い払われたよ。でもな、誰一人まともに聞こうとしない父さんの話を元木さんだけが耳を傾けてくれたんだ。すぐに工場に足を運んでくれて視察した後、笑顔でこう言ってくれた。安心してくださいと、そう言ってくれた。そして小さな小さな町工場が命を吹き返したんだ。その時の父さんの嬉しそうな顔、今でもよく覚えてる。私も嬉しかった。でもなあ夏木、元木さんのご恩とお見合いとは別に考えなきゃいけない。お前の人生はお前だけのものなんだ。うん、分かってる父さん。ねえ、しばらく会わないうちに体が小さくなった。うん、そうか。夏木が大きくなったんだよ。そんなことはない。成長は高校の時から止まってるし、苦労が絶えない。こらこら、年寄り扱いするな。まだまだ娘に心配してもらうほど老いぼれちゃいないぞ。うん。今日は夏希の顔を見られてよかった。母さんも安心する。もう帰るが、あまり悩むなよ。後悔だけはしないようにな。どうしたのかしら。
そこにいるのは。大事な話って一体何なのかしら。私たち家族の恩人だったから。私にはそれが耐えられなかったの。恋愛において対等な立場でいられないから。うまく説明はできないわ。誠司さんに対して私が負い目を感じていることは確か。こんな気持ちのまま彼の言葉を受け入れることはできなかった。そして逃げ出した。答えを何も出さずに。好きとも嫌いとも私には言えなかったの。話の続きはそれから聞かせてちょうだい。